回収録でも特別食べのアドリブは多かったですね。みんなで話してるシーンでも相づち打ちながらこう、みたいな、聞いてるみたいな感じとか、かわいい、そうそうそう、結構ね、あのしっかり者に見えて、あの注射、予防注射が怖かったりとか、あのお化けが怖かったりっていう、まあ、強気に見せかけてすごい実はあの弱い部分もたくさんあるというのが魅力的な五木ちゃんですね。でも五木ちゃん一番最初にやるときに、なかなかこの5つ子ってやっぱり設定としてすごい特殊じゃないですか。確かに。なんかそこら辺って意識したりとかって、私、そうですよね、なんか、まあ、オーディションを受けて五木役に決まったんですけど、自分としては、なぜ五木にっていう感じで、そうなんですよ、オーディションを受けてる時も決まったよって聞いても、あんまりこうなんでだろうみたいな、なんだろうみたいな、私もまあ食べるのが好きだから、そういう食べキャスみたいな初めて聞いた食べ線キャスティングみたいなとか思って、すごいこう他のキャラクターのキャストさんを聞いた時に、なるほど、ああなるほどみたいになってく中で、すごいこうクエスチョンマークがいっぱいついて、で改めてこう原作を読みの皆さん的にも、まあ多分それぞれの脳内再生があったと思うので、え、どれみたいな、もう一人一人聞きたいぐらい、どんな風に演じてほしいですかみたいな、それぐらいこう手がかりとヒントがない中で、なんとなくのイメージで漠然としたものをあのオーディションで提示したら受かったので、めちゃめちゃ第1話のアフレコとか不安でした。でもまだ全員一緒に撮れてる時だったから、あ、そうですね、仲間だったから第1期はね、みんなで撮れてて、そうなんで、まあ、他の姉妹とのこう差別化だったり、こうちょっとしたキャラの違いみたいのを探りつつ、なんかやっとこう私らしい五木にたどり着けたかなっていうのは、すごい時間をかけて実感していきました。いまだにこうやってコンスタントに、なんか収録を続けさせてもらえる作品って、確かにやっぱりなかなかないから、そうなんですよ、月1ぐらいでは撮ってますもんね。撮ってます、何かしらね、そう稼働があって、ね、まあ、それこそコラボだったりもありますし、音声収録があったり、まあ、なんかシチュエーションはその学校だけじゃないですけど、いろいろな用途でそれぞれ の声を収録していただくので、そういう意味ではなんか一人で収録するのも慣れたというか、前まではやっぱ5人いないと5つ子完成しないなって気持ちもあったんですけど、お互いがお互いのこう演じ方とかを想像しながら演じられるようになって、これが愛があればだなと思って、まさに実感してます。え、ちなみに、劇場版五木的にはどうでした？いやー、まあ、今回の劇場版はすごく五木としての成長も描いていただいたし、やっぱり四つ葉のね、こう将来を描く上での大切なエピソードっていうのがたくさん収録されたんですけど、個人的にはなんか五木も風太郎と一緒でなんか裏主人公みたいな感じで私は思ってて、まあ、ヒロインなんですけど彼女の成長の物語でもあるなと、まあ、全員5人そうですけど、そういう意味ではなんか五木はお母さんっていう存在と自分という存在をこう照らし合わせ重ね合わせて、いつからかこうお母さんにならなきゃって思っていた彼女のこう、まあ、縛られていた部分を解放することができたので、劇場版でまた一つ五木の夢もね、花が咲いたということで、そこまで演じきれて本当に嬉しかったです。いや本当にあの繰り返しね、劇場版も皆さん、本当見てほしい、お家ででもね見てください。ということで、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。以上、作品とキャラクターについての振り返りでした。